キングプリンスル。平ラの仕様の英語力に神宮寺由太が反応。ビートイレットの意味とはキングプリンスへの人気番組、キングプリンスル。日本テレビ系で5月7日に放送された回では日本語、禁止。イングリッシュクキンクという企画が行われ、平野仕様の英語力が視聴者の注目を集めました。 このコーナーではメンバーの一人が英語で料理のレシピを指示し、残りの4人が2つのチームに分かれてその指示に従って料理を作ります。正しいレシピで美味しい料理を作ったチームが勝利となります。過去の放送では指示役を岸優太が担当していましたが、この日は平野が初めてその役割を務めました。 長瀬連神宮寺ゆうタチームと高橋海と岸士うタチームが対戦しましたました。最初に長瀬と神宮寺チームが作ることになった料理は焼きビーフンでした。平野は英語を学んでいると言っていますが、最初からキャベツをブルーボールベジャタブル、青い丸い野菜と表現し、ニラはゴーリックボーン、ニンニク生まれなどと言ってしまいました。 そのため、最初からほぼ意思疎通ができない状態になってしまいました。さらに、焼きビーフをお湯で戻すという重要な工程を説明する際に、A、B、C、D ナンバーに、B、B、B、と言い出し、B トイレットという言葉を使ったため、神宮寺は、ふざけんな、と思わずつぶやいてしまうほどでした。 この謎の言葉、ビートイレットの意味は、なんと、ビー,ビートイレット、フン、でビーフンを指していたのです。さらに、お湯を切ることを、ウォーターバイバイ、バイバイウォーター、と表現していましたが、神宮寺はしっかりと意味を理解していました。平野は、こんなに嬉しいことがあるんだ、と大はしゃぎしていました。 その後、神宮寺と長瀬は、ビーフンを使うことは理解しましたが、ナンプラー、魚醤、を入れることができませんでした。最終的には、缶を頼りにビーフンを炒め、なんとか焼きビーフンらしきものを完成させました。試食した平野によれば、脂っぽいけど味は美味しい、とのことです。一方、高橋騎士チームはお雑煮を作ることになりましたた。平野は、胃腸切りを、 フラワーカット、と言ったり、do you know flower? 花を知っていますかという謎の質問をしたりしましたがなぜか高橋と岸にはレシピがスムーズに伝わり順調に進行しました。この二人を見ていた平野は、好きになりそう、と喜んでいました。さらに平野は、小松菜を、スモールジャパニーズトゥリーベジャタブル、小さい日本の木の野菜、餅を、ジャパニーズスライムソーハードフォーエバー。 と表現しましたが、小松菜も餅も意味が伝わり、結果的に高橋騎士チームが勝利しましたた。この放送で明らかになった平野の英語力について、視聴者からは、平野くんの英語もすごすぎる、名言がたくさん、ビートイレットを思いつくなんて天才、といった声が寄せられました。大変お世話になりました。 最新の情報をスムーズに受け取るためにぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。